はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015続きをプレイしていきたいと思います。いよいよ、日本シリーズですね。敵地大阪に乗り込んでの一戦になります。早速始めていきましょう。エース金子がオリックスの方は先発しますね。ストレート150キロ、スプリットにカットシュート、高速シンカーにスラーブ、チェンジアップスライダー、スプリットファーストにドロップカーブにスプリット、どれも本当に一級品ですね。そんな中由伸は4番でスタメンです。ジャイアンツの方もエース菅野が先発です。金子千尋はこの日本シリーズの初戦に、調子絶好調に合わせてきてましたね。今確認したところによると、まあ、やっぱりその失投もあまり来ないだろうし、ストレート変化球どれも一級品で打ちづらいボールになってると思いますんで、もうここは一発狙いではなくてきっちりとつなぐバッティング、いよいよプロ野球の王者を決める戦い、まあ、あの追い込まれるまではそう言っても強振でいくんですけど、あの追い込まれてから慎重にプレーをしていきたいと思います。1回の表ジャイアンツは0点で、攻撃を終了してます。その裏の攻撃オリックスを日産こういった短期決戦で1番バッター迎えるという番ですね。平野です。さあここから裏の攻撃になっていきます。日産こういう試合ですから、ここから攻めていきたいですよね。これはセンター前に運ばれましたね。緊張でしょうから初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。1回の裏菅野は3点取られてます。オリックスが3点先制を挙げた2回の表、巨人の攻撃は高橋由伸です。2回になります。追いかけるジャイアンツの攻撃、金子千尋は1回の表8球で終わったんですね。バファローズリードで迎える2回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、ここまでいかがでしょうか。打線がいいスタートを切りましたから、こっちもいいピッチングしたいですよね。そうですね。さあここからの投球に期待したい。追い込まれてしまった。これは中島ナイスで、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。日産、いやーいいプレーだったな。いやよく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。取ってからも早かったですね。素晴らしいプレーが飛び出しました。ジャイアンツの方はただその後1点返してくれてますね。点差2点ビハインドという場面で吉野が第2打席目4回の表です。そうですね、ちょっと予想できない展開になりましたね。そうですね、145キロのストレート、しっかり抑えてほしい。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。これはスライダーですかね。甘いボールだったんですがファール。そして第3球ストレート147キロは低いボールは外れます。外れてワンボールツーストライク。これはスプリットかな。ファールです。スプリットでしょう。これは引っ掛けてしまった。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。オリックスが1点追加点を挙げて点差1点広がって3点ビハインド。さて小宮山さん、ちょっとなんとかねここいらで1点2点返しておかないと厳しくなってきますね。高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。初球は150キロのストレートから入ってきました。どう組み立ててくるのか。ここは際どいところにチェンジアップ、これで2ボール。これが3球目。もう1球チェンジアップできました、ね、135キロのチェンジアップ。2ボール1ストライクからの第4球、これは内角に外れて3ボール1ストライクとなりました。このストレートは147キロに空振り、タイミングがちょっと遅いと。フルカウントから金子何を投げてくる。見逃して三振です。際どいとこにストレート、いや厳しいコースですね今のボールは。
ジャイアンツのさらに1点追加点を挙げられてしまって4点差となって9回の表、かなり厳しい展開になってきましたね。ワンアウトランナーなし、金子、これは完投する感じですかね。初球はストレート142キロ、インサイド見送っています。インコース、うん、打ち上げた、ふわふわっと上がった、ここは打ち上げています。ピッチャーフライに倒れて高橋由伸、いいところなしでしたね。試合の方もそのまま敗れた。初戦はオリックスが取ってます。試合を制したのはオリックスバファローズです。初戦を飾っています。まずは1勝です。金子はジャイアンツ打線を1点に抑えてますね。ヒット4本で、1失点。糸井がホームランを放ったという試合になっています。いや金子本当にいい投球でしたね。甘いボールもまあ、何球かはあったんですけど、まあ、それを捉えられなかったというところですね。まあ、気持ち切り替えて第2戦向かっていきましょう。第2戦はディクソンがオリックスは先発ですね。ストレート149キロ、あとはナックルカーブ、これはね、魔球と呼ぶにふさわしい非常に打ちづらいボールですね、ナックルカーブ。あとはカットボールと落ちるスライダー、縦のスライダー、サークルチェンジにツーシームが持ち球のディクソンが相手になります。一方のジャイアンツの方は先発は宇都宮、そして4番ライト高橋由伸に続く5番に阿部が入っています。ディクソンのナックルカーブなんですけど、まあ、追い込まれてからナックルカーブ打つのはかなり難しいので、ちょっと早めに打っていって、決め球でナックルカーブが来たらちょっと打ちづらいと思うんで、その前に、捉えていくということをやっていきたいと思います。京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。日本シリーズ、さあ、まず1回の表ツーアウトランナー2塁、先制のチャンスで高橋由伸です。さあ、そしてバッターボックスには高橋が入っています。気をつけたいバッターですね。まずはそのナックルカーブから入ってきました。先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、今のボールは何だろう、ファウルです。落ちるボールでしたね。そしてナックルカーブ、切れてますね。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ナックルカーブを続けてきました。これは外れた。最後通信のに空振り三振、投げ勝ちました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、ここは三振を奪いました。そうですね、落ち着いて1回の表ジャイアンツはランナーを得点圏に進めるも無得点に終わってます。日産攻撃、さあその裏の攻撃、オリックスは1番平野圭一。さあここから宇都宮の立ち上がりがどうか。日産試合ですから初回から攻めていきたいですね。ツーストライクから打つ第3球、そうですね、相手の先発も緊張してるでしょうから、初回で崩していきたいですよね。まずはこの先頭バッターを、そしてジャイアンツは2回の表に2点先制点を挙げて2点リードの場面で3回の表、高橋由伸はノーアウトでこの回最初の打席に入ります。早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。初球は通信、これ以上点をやらないようにということでちょっと窮屈な感じになりますかね。そしてナックルカーブが外角に、どのように修正してくるんでしょうか。このナックルカーブも綺麗でありましたけど、ね、はい、内角にボール、ボールのストレートに手が出てしまって、ツーベース平行カウント。第5球はこれは手が出なかったんですが外れてくれた。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。フルカウントになってからのこれはどうだ。打ちました、入れました、ファウルボールです。
切れていきましたね。うわー、最後はツーシームに空振り三振です。吉野部ここまで日本シリーズヒットなし、快音なしです。そして、チームの方もオリックスに逆転を許してますね、2点ビハインドと追う展開に変わってます。このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えているんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。このナックルカーブが空振り、2球変化球で追い込まれてからの第3球は決め球のナックルカーブ、低めの変化球は決まりません。落ちるスライダーも外れて変化球が低めに外れます。2&2まで来ました。さあ、仕留められるか。お、このナックルカーブも外れてフルカウント。攻めます。からフルカウントです。これはあーボールですね。ここでフォアボールは、ん、追いついてくれた。いいぞ。高橋由伸のフォアボールをきっかけにジャイアンツが2点、取って同点としてます。そして7回の表、ノーアウトランナー2塁で、由伸です。投手ディクソンから変わってますね。これは日吉、どっちでしょう。ちょっとごめんなさい、呼び方わからないです、ストレート、スライダー、シュート、シンカ スローカーブ、どれも C、まあ、1球といえば1球っていう感じですね。スライダーにシンカ、落ちるボール以外全ての球種持ってる。超スローカーブから入ってきました。87キロ。も慎重になりますね。ああ、やはりそうですか。これはランナーは進めないか。セーフ。よし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 。フィレオスチョイス。フィルダースチョイスになりました。バファローズとしては何としても、このフィルダースチョイスは嬉しい。ピッチャーにミスが出ました。フィルダースチョイスということになります。落ち着いてプレーしてもらいたいですよね。セーフですね。セーフ。足の方が速かった。そして、ノーアウトランナー三塁一塁で5番阿部。ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってきますから、なんとかこのまま持ちこたえたいですね。なるほど、そうですね。誘ったんですけどね、振りませんね。これは入ったんじゃないか。大きな打球入った。阿部勝ち越しスリーランホームラン。阿部のスリーランホームラン。いやー、素晴らしい当たりでしたね。これで試合の方そのままジャイアンツが勝ったという展開になりました。オリックスのフォローズ痛い敗戦となってしまいました。これで対戦成績を、いやー、さすが阿部という当たりでしたね。その前のボールもね、ファールになりましたけど、当たりは鋭かったんで。そして今日は阿部2ホーマーですか。そして本拠地東京ドームに帰ってきてから3連戦ということになりますね。この3連戦3勝を挙げて本拠地で決めてしまいたいジャイアンツとしてはそんな感じですね。オリックスの先発は西です。ストレート146キロ、全球種持ってますね。スライダー、シュート、カーブ、サークルチェンジに落ちるスライダー、カットボールにスローカーブにフォーク。本当に投手陣がかなり充実してますね。金子、ディクソン、西とどれも本当に打ちづらいピッチャー、打ちづらい、ウィニングボール持ってますね。ジャイアンツの方の先発は杉内で、今日はDH 制のない指名打者制のないセリーグ本拠地、まあ、東京ドーム本拠地になりますけども、なぜか阿部がスタメン外れてますね。東京ドームには大観衆が詰めかけています。一塁にはアンダーソンが入ってます。
前の試合2ホーマーの阿部が外れて一塁にはアンダーソン、今プレーボールがかかりました。キャッチャーは小林です。勝負してくるのか。変化球空振り。1回の表杉内は無失点で、オリックスを抑えています。代わって1回の裏ジャイアンツの攻撃は2アウトランナー3塁で高橋としなと。2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。先制のチャンス、今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これはスライダーですね。これが2球目、そしてシュート。変化球にバットが空を切ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。ツーエンツーの平行カウント、これはうまく打ったけど今日はそんなる一塁送球アウトですね。一塁アウト、これで3アウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。カーブかな、スローカーブのようにも見えますけど。そして試合の方はオリックスが2点先制点を挙げてますね。1回の裏由伸が先制点のチャンスでねちょっと倒れてしまったのがちょっと痛いですね。ただまだ試合は4回の裏中盤ですから、ここから巻き返していきましょう。ショートゴロに倒れています。初球はフォーク。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい。このスローカーブはタイミングが合わない。そんな場面ですね。2球で追い込まれてしまった。この点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。高速シュートが低めに当たる。この球は外れています。西の第4球、これはいい当たりですね。一塁線を破る、ツーです。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー二塁です。バッジャイアンツは1点返したもののその裏、1点献上してますね。点差変わらず2点差と。ピッチャーは引き続き西です。ツーアウトランナー三塁。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。今のうちに1点でも多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。変化球が外れてツーボール、ね、このスライダーも外れてスリーボール。外れました。ストライクが入りません。まあここは歩かせてくる可能性が高いですね。ストレートの142キロが決まってスリーボールワンストライクになりました。どうだ、これは当たりはいいけど糸井が面白い当たりになった。思ったほどの当たりではなかったですね。ただそれ以上に気になったのが糸井の足の速さ、すごい足速かったな。落下点まで入るのが速い。お、ジャイアンツが6回の裏に4点取って逆転に成功してますね。西はノックアウトしてますね。リードして迎えたこの7回なんですが、まだこの点差ではまだ1点差できませんよね。まあもうちょっと点差が欲しいですよね。まああと1点2点、できれば3点欲しいですね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。ここまで2ボール。第3球この瞬間も外れて3ボール。変化球です。ストライクが入りません。次は甘い球が来たら思いっきり打ちます。ストレートでしたね。スリーボールワンストライク。打ちました。平野ヒットが出ない。今のもきっちり捉えてはいるんですが、セカンド平野の正面でした。そして9回の表です。ツーアウトランナー二塁。最後のバッターとできるか。さあバッター糸井、伊藤糸井じゃなくて伊藤です。そしてマジソンのストレート、これでジャイアンツが2勝目を挙げました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。吉信は二塁打1本ですね。ツーベース1本。
西も序盤ねすごくいい投球してたと思うんですね。実際、6回までジャイアンツは1点しか取れてなかったんですが、6回の裏に一挙4得点を挙げて試合をひっくり返したという、まあ、そういう試合になりました。さあ第4戦に入っていきましょう。先発は岸田、ストレート148キロ、スライダーシュート、ドロップカーブ、落ちるスライダーにチェンジアップ。岸田のチェンジアップはちょっと、曲がりながら落ちるんですね、そしてフォークという岸田が先発です。ジャイアンツの方の先発は沢村、そして今日も阿部がスタメンから外れてます。一塁にはアンダーソン、スタメンマスクは小林というジャイアンツのオーダーになっています。第2戦で2ホーマー放ってる阿部がちょっとスタメンから外れているのが気になりますけどね。まあ、原監督何考えてるのか、阿部が怪我したとかそういうことでもないと思うんですよ、このプロスピ情報なので。なんとかね、阿部も使ってあげてほしいなと日本シリーズ第4戦ですけど、まずはきちりと由伸がヒットを打つというところを頑張っていきたいと思います。まずは沢村の立ち上がり、フルカウントから平野に対しています。スプリットで空振りを取る。そしてその裏の攻撃、ジャイアンツはワンアウトランナー三塁一塁で高橋由伸、前に飛ばしたかったんですけどね。岸田は絶不調ですね。ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、非常に面白いと。一塁はセーフ。まずはチェンジアップ132キロ。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。同じようなところにチェンジアップ投げてきましたが、今度はボールになる。ここ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。140キロのストレート空振り。ニサ、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか。ボールをバットに乗せてインサイド打った。ゲッツーか。最悪の結果だ。ダブルプレーでスリーアウト。今のもね、当たりは決して悪くないんですよね。フォークですね。いい流れで来てたんですけどね。悔しいですね。ただただただですよ、さっきと同じ場面、ワンアウトランナー三塁一塁。この場面は本当に結果残しましょう。追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。まずはシュートですよ、ね。まあ、パワーのあるバッターなんで犠牲ぐらい狙いでもいいでしょうね。続いて体に近いところにスライダー。一塁ランナーはそのままです。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね、これは抜けるか。これはどうだ。抜けないか。ただそのまま入ってなんとかサードランナーホームイン。なんとか一塁セーフ。ジャイアンツ。そして4回の裏、ジャイアンツは3点上げて点差5点と広げてます。さあ大量リードですが、ここはもう由伸ね、自分のバッティングに専念しましょう。いいですね。打ちました。センター抜けました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。きちりとヒット、甘いボールが来てヒットにしました。ジャイアンツ1点追加します。これは試合決まったかな。バッターボックスは4番、2番手中山も絶不調だな。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。どうしたんだ本当に。初球打ち、これはどうだ。ピッチャー取った。セカンドフォースアウト。オリックスのピッチャー陣、ツーアウトランナー一塁と変わります。中継陣がいまいちですね。まあ由伸もかなりいまいちな感じなんですけど、試合の方はもうワンサイドゲーム、11対0でジャイアンツリードですね。バッターボックスには4番。そしてオリックスは3番手、これはなんて読んだろう、透明でいいのかな。本当いいバッティングしましたね。透明大輝。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコースを落としました。ボール先行です。
これは内へ外れます。ストライクが入りません。打ち上げた。これは糸井の落下点に入りますね。これ大きい。伸びていく。4球目打っていきましたが、最後はセンターフライ。掴んでスリーアウトです。ちょっといまいちね、ピリッとしないというか。おー、最後オリックスに6点取られてるけど、まあ、大量12得点でジャイアンツが勝ったというゲームになりました。試合を制したのは読売ジャイアンツです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。11対0から最後8回9回と9点取られてるんだな。ちょっと次の試合心配な感じにはなりましたけど、まあ、ただ日本一に王手をかけましたから。さあ、日本一へ王手をかけた一戦になります。これ最後のね、能力上げになると思うんですけど、能力を上げて、万全の状態で試合に臨みましょう。オリックスの先発は吉田です。ストレート147キロに高速スライダー、フォーク、この辺りが勝負球になってきますかね。あとはドロップカーブにサークルチェンジ、ツーシームと落ちるスライダーが持ち球の吉田です。吉野は今日もスタメンで、4番ライトで、試合に出ます。ジャイアンツのホーダーは今日も阿部はベンチスタート。一塁にはアンダーソンで、スタメンマスクは小林が被るというオーダーになっています。この日本シリーズ初戦、金子千尋相手に手こずって、オリックスにね、先勝を許すという形で始まりましたけど、その後3連勝して、今日の試合に臨むと。東京ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズまずは1回の表、オリックスの攻撃、大竹の立ち上がりを見ていきましょう。今プレーボールが2連続平行カウントから大竹が投じる第5球は打ちました。これはどうか。亀井が落下点に入ってますね。シフト気味でしたけど亀井がきちり抑えてます。そして1回の裏、ジャイアンツの攻撃、1点先制点を挙げてなおワンアウトランナー1塁。吉田は不調です。フォアボールのランナーが出ています。まずは1球目フォーク、初球ボール。まあ、向こうは閉鎖を狙っていると思いますから、これはスライダーですね。気をつけたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ストレートも外れて3ボール、ストライクが入らない。まあ、盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。なるほど。ストレートも高く、ね、このフォークが外れて、定球定まっていません、ね、ジャイアンツが3点を先制しています。そして2回の裏、ジャイアンツ2点リードの場面で2アウトランナー2塁1塁、高橋宏の第2打席。ここは追加点取っておきたい場面ですね。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。なるほど、そうですね。まあ、そして彼はどの方向にも強い。これはきっちり打った。伊藤の肩を考えると返ってこれないね。ホームに送球する。ルイが埋まりました。2アウト満塁です。2アウト満塁でアンダーソン、点取れなかったか。まだわからないですね。3点差。吉信、さっきの回はセンター前ヒット。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。引き続き吉田がマウンド。初球ボール、フォーク。ここは併殺だけは避けたいですね。ストレート137キロが内角に決まってます。甘いボール、甘いストレートでしたがファールボール。ワンボールツーストライクです。そしてドロップカーブが外れ、カウントはツーエンツーの平行カウント。平行カウント、これでフルカウント。ランナーはどうするでしょうか。これは入ったんじゃないか。フェンス直撃、スタンドには届きません。
フェンス直撃弾ですね。当たりが良すぎてちょっと由伸は2塁まで進めませんでしたね。小宮山さん、追加点上げてくれ。よし、4点リードと、さらに1点追加点を上げて6回の裏、怒涛の攻撃を見せるジャイアンツ。ノーアウトランナー2塁ですね。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。際どいコース見送っています。もう試合を決めたい、これは見送ってそんな場面。さあ3球目は何か、吉野部が優秀の美を飾れるか。よく見ましたね。はい、ボールが3つになります。低めの変化球、空振り。ホームラン打ちたい吉野部。低め決まってストライク。スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。ファウルになります。ファルボール。次が7球目、超スローカーブに空振り三振。ちょっと頭にないボールだったな今のスローカーブは。吉野部の方は試合の方を退いて、ジャイアンツがそのままリードを守って優勝です。日本シリーズ見事4勝1敗日本一達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手。いや、高橋由伸は、まあ、日本シリーズなかなかね、大活躍というような活躍はできなかったんですが、まあ、きっちりと全試合4番で出場して、チームで、ね、見事そうですね、ファンと、ね、選手一体になったこの勝利大きいですね。そういうシーズンになりました。素晴らしいゲームでした。万歳三勝が始まっています。さあ、そして監督の胴上げ、東京ドームのファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのジャイアンツファンの元に向かいます。そして日本一になった報告をファンの元に届けていきます。シリーズ勝ち抜き、ご覧のように読売ジャイアンツが見事日本シリーズを制しました。おめでとうジャイアンツ。今日の解説は、はい、というわけで、日本一に無事輝くことができました。シーズン通して言うとですね、まあ、高橋由伸でのプレーを始めて、シーズンの初めはコンピューターの強さも普通で、球の速さも普通でプレーしてもガンガン打ちまくってたんですけど、まあ、後半からはですね、コンピューターの強さも強いにして、球のスピードもね、一つ上げてプレーさせていただきました。あんまり僕自身がプレー上手くないんでね、かなり手こずった感じにも見受けられると思うんですが、まあ、最後までプレーすることができて本当に良かったかなというふうに思っています。最後タイトルとかだけね、見ていきたいと思います。公式記録ですね。タイトル見ていきましょう。前もね、一度見たと思うんですけども、首位打者ルナ、本塁打王は高橋由伸、打点王がエルドレッドというこの3冠、3冠というかこの打撃3部門ですね。パシフィックの方はペーニャが40本でホームラン王、打点王もペーニャです。そして首位打者は本田というのが打撃3部門の結果ということになっています。というわけで、この高橋由伸のペナントスタープレイヤーモードですね、戦っていきました。まあ、ちょっとね、なかなか面白い実況とかもできなくて退屈させてしまった部分もあったかと思うんですけども、最後までご覧いただけた方、本当に、本当にありがとうございました。次やるゲームとかね、ちょっとまだ予定は決まっていないんですけども、もしあのゲームやってほしいだとかですね、あるいはプロ野球スピリッツ、パワープロ、こんな企画やってほしいとか、もしそういったものあればですね、YouTube の方のチャンネルのコメント欄、もしくは Twitter の方のコメント等々でですね、ご意見いただければというふうに考えております。というわけで、プレイキッズプリスの2015のペナントレースモード、スタープレイヤーモードですね、以上で終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。